クライシスエリア到着後1時間異常なしか。そっちから何か見えるか。見えるぜ。甲板上じゃ素敵なパーティーが竹縄ですな。来るかい。黒い重油が飲み放題。せめてガソリンならね。ま、冗談はともかく、こっちの視界にも異常はなし。まったく静かなもんさ。収穫はなしか。ま、今日はこの海域を自分の目で見れただけでよしとするか。長いは無用。帰り支度と行きますか。エディ、どうした？なんだ、あれは。エディ、どうした？エディ、返事。メデ、メデ、全ミッション中止。作戦指示よろしく。モード E に決まってんだろ。了解。つまりは脱出。船を正面に捉えた。はしごをロスト。しっかり捕まえてくれよ。ああ、そのまままっすぐカウントいくぜ。4 3 2 1 0。跡形もねえ。あのサイズの船が一瞬で。おいおい、二人揃って夢でも見てるってわけか。ジーザス、どうした、エディ。四時方向から未確認飛行物体亜音速接近中。こんな低空を戦闘機か。わからねえ、ロックオンが来る。はしご切り離せ、回避運動。しょうがない、後で拾いに来ら。エディ、エディ、大丈夫か。ああ、レーダーロックはされたが、撃たれちゃいねえよ。やろう、味なまねしやがって。ロービジビリティのハリア、空自じゃねえ。どこの手のものだ。やはりあいつらか。エディ、分かってる、すぐ迎えに行く。こんなやべえとこ1秒でも早く離れようぜ。やれやれ、魔の熊の名だ。噂通りじゃないか。
何やってんのよ。さっさと起きろ、総一。てえな、てめえ、何の恨みがあって人の爆眠を邪魔するんだ。何？逆切れ？掃除の邪魔だから邪魔してんに決まってんじゃん。あんたバカ？ん。ホームルーム。マップ持ってやるホームルームがどこにあんのよ。掃除よ掃除、掃除の時間。おお、なるほど、納得。じゃ、頑張れサツキ。あんたもやんのよ。俺は当番じゃない。邪魔した罰だね。確かに邪魔はしたかもしれんが、なぜ貴様に罰を受けなきゃならんのだ。私サツキで、あんたソイチだもん。なんなんだよそれ。んなことどうでもいいのよ。さあ、モップ持って、雑巾持って、バケツ持って、キリキリ働け。いやじゃー。よし、わーっと。そこまで言うなら、力ずくでも掃除という重大なミッションにその身捧げていただきましょう。はあ？何がどうなってそうなるんだよ。俺は掃除なんかやらん。うるさい。問答無用。お前な、歯を取られたら力抜けよ。剣士のマナーを知らんやつだな。私剣士じゃないもん。そんなこったから嫁のもらい手がないんだ。別に婿なんか欲しくないわよ。何？欲しくないだと？よし、わかった。そこまで貴様が嫌がるなら、むしろ俺が婿になってやろう。お、ここで意外な愛の告白だ。さあどうする、湯浅さん。あんた一体何言って、なんて口八丁で、いつもいつも私が混乱すると思うな。即実力行使。ちぇ、ローテーションミスか。3日前の作戦なら通用したところを。あたしゃ鶏か。
人をコケにするんじゃない。今コケって言った。成敗だ。そこへ直れ。キよっしゃー、とことんまでやってやろうじゃねえか。ほう、いい根性してんじゃん。お前じゃねえからな。だと？もう許さん。そいち、覚悟。負けるか。メイストーム。サツキ、これはやめろとあれほど言ってるだろう。死因が出る。死因が。大丈夫よ、あんたにしか使わないし、あんた死んでないじゃん。てめえ、ほんといい加減にしろよ。幸福？
ゆかり、止めるな。こいつは地球上から根絶しなきゃダメなの。俺はコレラ菌か。宗一くんはもうちょっと偉いよ。きっと天然痘ぐらい。あれは細菌じゃなくてウイルス。どっちにしろ病原体か。あ、違う違う、ごめんごめんなさい。根絶。やかましい。やるか。やったら。あ、今なんかすごい横島の叫び。誰が横島だ。そんなやつ俺の知り合いにはおらん。横島だってば。話をそらすな、エロエロ大魔王。そういう風に聞こえる貴様の耳が横島なんだ、このエロ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 娘。うえ、エロが4つ。こらーす、ぶっこらーす。バッチコイ。いい加減にしなさい。にょ。お掃除の途中です。さつきちゃんサボっちゃダメ。サボってるわけじゃないよ。このバカが邪魔だからさ。ほら、あの、ごめん掃除する。わかればよろしい。無様よのう、さつきち。己は内閣掃除大臣として国会で火だるまになるがよいわ。ではアディオース。はい。何故？お掃除。了解しました。無様よの総一。己こそ内閣掃除大臣として女性スキャンダルでクビになるがいいわ。クビには一度したけどな。え、さつきちゃん、総一くん。はい。へえ。大臣の椅子を奪われるぐらいなら私がなった方がいいわよね。それか掃除大臣より偉い人が大僧侶。だいたいさ、おかしいと思うわけね。お前の頭がか。そう、最近物覚えも悪いし物忘れも激しいしさ。こないだなんかあれだよ、フレッシュってカタカナ書こうと思って書いた文字がスレシュシス。これがいわゆる年ってやつかなーって。魚バカがタルタルが顔面に。さつきちゃん、食べ物を粗末にしちゃダメだよ。あ、ごめん、ついカッとなって。
己が一人でボケて一人で突っ込んどるんだろうが。はい、あーん、食えるか。しょうがねえなあ。あ、食うな。湯浅さんと関節キス返せ。いろいろ出すな。あ、戻すな。うるさいな。一体どうすりゃいいんだ。もういや。まあまあまあ、だからそのハンバーガーを総一くんが食べて、総一くんのをさつきちゃんが食べればいいの。はい。やだ、レートが悪いよ。ノーマルバーガーは60円じゃ、私のフィッシュバーガーは190円もするんだよ。それは仕方ないよ。食べ物を粗末にした罰だよ。仮にも料理人を目指そうというあなたがいかに頭に血が上っていようとも。それはしょうがないわね。うん、この条件飲んでやるからありがたく思いなさいよね。ええ。
でもさつきちゃん、牛さんもとっても美味しいですよ。牛さんも。あたし今日魚気分。なんだそりゃ。だってフレンチのメインディッシュで魚いくか肉いくか、これは大問題だよ。ワインの選択から何から全部変わっちゃうじゃん。ここはバーガー屋だ。間接照明きらめく高級フランス料理店じゃない。だってほら、フィッシュだからこそのクラムチャウダーだよ。このベストコンビネーションの一角が崩れ去った今、私は一体どうすればいいの？ねえ。うっさいなあもう。バーガーの1個や2個で地獄に落ちたような顔しやがって。わーったわーった。じゃあ詫びに何すりゃいいんだよ。高級フレンチへ連れてけ。お前な。嘘よ嘘嘘。あんたにんなこと期待してないってば。ふん。連れてくだけならいくらでも連れてってやるぞ。金はお前持ちな。言うじゃん。知ってる総一、ああいうとこって服もちゃんとしていかなきゃなんないし、予約もちゃんとしなきゃなんないし、マナーとかもあるんだよ。 T シャツジーンズじゃダメ？はあ、んなこったろうと思った。冗談だ、んなこと知ってるよ。まあ任せとけ、いつか連れてってやる。適当言ってんじゃないわよ。はあ、神様仏様、愚かな総一に天罰を、哀れな私に愛の手を。はあ、それからどうした？それは愛の手。さつきちゃん、総一くん。あんだ。何よ。仲がいいね。どこが？ハモってる。ヘラヘラ笑ってんのよ。なんでもないよ。平和だなと思ってんだ。あんたの頭の中はね。世間だって平和だろ。最近はでかい戦争もないし、景気だって一時ほど悪かないし。これだから総一くんはダメね。
ダメダメな総一君に世間の平和を揺るがす要因を教えていただけませんか、さつき様。よろしい。その前にフィッシュバーガーを買ってきたまえ。お前な、なんで俺がそんなことしなきゃなんないんだよ。バーガー一丁で世界の謎が一つ分かっちゃうんだよ。なんてリーズナブルな。俺が知ってる情報かもしれないだろう。情報なんて買ってみてからじゃないと価値分かんないじゃん。映画しかり、漫画しかり、ゲームしかり。珍しく正論だな。はい、フィッシュバーガーの L。 んなもんなねえ。さつきちゃん、そんな無茶言っちゃダメ。いくら総一くんのことが大好きでも。好きでもなければそんな無茶言えないもんね。確かに。確かにとか言うな。確かにとか。甘えてるんだよね。甘えとか言うな。甘えとか。そうだったのか、さつき、すまん。俺はそんなお前の気持ちを今の今まで気がつ…最初からこうすればいいのに。で、何が一体平和じゃないんだ。ファンファーよ、ファンファー。じゃない。さつきちゃん、食べてから食べてから。タンカーよ、タンカー。こんな大きなタンカーが原因不明で沈んでるんだよ。あ、そうだね、こんな大きな。あんな不気味なことが起こってんだよ。平和なんてのんきに構えてる場合じゃないよ。不気味だね。実は沈んだかどうかも分かってないな。そう、そうなの。船体は発見できなかったんだってらしいな。消失推定ポイントから周囲20キロ四方の海底に少なくともらしきものはないらしい。沈没じゃないのなら失踪。330メートルクラス30万トンタンカーが20名の乗組員ごと綺麗さっぱりどっかにな。なバカなことあるわけないじゃん。きっと何にも引っかからないぐらいコッパみじんになったんだよ。なあってウェブに書いてあった。そうなあだ。ありえなくはないが、その場合積み荷の何万キロリットルもの原油はどこへ。え、ああ
ニュースでも言ってたよね。破損して沈没したのなら原油の流出があるはずだ。ないのはおかしい。どこかでまだ完全な姿で漂流しているはず。いや、ミリ単位精度の GPS が携帯に入ってるこの時代に、船舶に搭載された何段もの GPS が全て故障するなんてはずはない。あのタンカーは完全に消えた。それは事実だ。事実を事実として認めるところから真実の追求が始まるんだ。信じられないなんて首をかしげていても何も始まらん。かっこいいこと言うじゃん、総一。当たり前だ。俺はいつだってかっこいいの。はいはい。で、消えたってどうすれば消えるのよ。さ、そこが問題だ。どうやって消えたと思う？神隠し。多空間転送装置。共に却下。なんでよ。何かが消えたんだから神隠しに決まってんじゃん。そんなでかいことできるの神様しかいないね。そうだったとしても何の解決策も見つからんだろう。それはまだ実用化されとらん。え？だってテレビで転送って、お好み焼きのコテが逆さまになって飛んでく SF だろ。あれは作り物だ、作り物。あ、総一くんバカにしてるね。あれが作り物だってことぐらい私だって分かってます。そういうのを作れるほどのこうすごい科学力の、うん、悪の秘密結社が。秘密結社ね。悪の秘密結社ジョッカー剣山。もう少しだけでいいからひねってくれ。じゃあ悪の秘密結社ワルー。ワルー。ワルー。秘密結社シークレッツ。もう何よ、二人とも黙っちゃって。じゃあさ、そいつはどう思ってんのよ。タンカー事故の真相か。そ、真実はこれから明らかになることだろう。要するにノーアイディア。現時点ではな。何が現時点ではなよ。へらそうにカッコつけて何も解決してないじゃん。お前な、政府も自衛隊も海運会社も石油会社も血眼になって原因究明に走り回ってる大事件だぜ。俺たちみたいな学生がバーガー食いながら頭ひねっただけで解決できるような簡単な問題じゃねえよ。だからエージェントさんたちもたくさん動いてるみたいだね。そうそう、大事件の匂いがするってトップクラスのエージェントが日本に大集結してるらしいじゃん。らしいな。ま、そのうちトップエージェントの誰かが真相を解き明かしてくれるさ。頼りにして待ってりゃいいんじゃないか。
他人ばっか頼りにしてちゃダメじゃん、総一。今からタンカーにでも乗れってのか？無茶言うなって。だってきっと総一くんなら普通のエージェントさんなんかより全然早く解決しちゃうよ、きっと。だよね。こいつさ、バカでスケベで寝てばかりだけどさ、いざという時にはきっと何かをしでかすやつだよ。しでかしちゃダメだろ。石油来なくなったら私たち生活できないじゃん。タンカーは守んなきゃ。そうだよ、正義の味方になるチャンスだよ。悪の秘密結社を倒せって？冗談じゃないよ。俺みたいな一般庶民はバーガー食って寝てる。はぁ、頼りになんないの。はぁ、せっかくの総一くんなのに。ねえ、知ってる？ゆかり、実力世界一って噂されるエージェントってさ、私たちぐらいの年らしいよ。うん、知ってる知ってる。若いのに偉いよね。アメリカの大統領ともお友達らしいよ。どんな難問もズバッと解決しちゃうんだって。おお、偉い偉い。どっかの誰かさんとは大違い。総一くん負けてられないね。だからそれならさ、ま、ちょっと待ってよ総一。あ、私も。タンカー事故の調査、そいつにやってもらえばいいだろう。噂のトップエージェント、ナスティーボーイにさ。ああ、何かご用ですか？